どうも、ナブチャンネルの徳ちゃんです。はい、隠れ子持ってた、ゆうちゃんに隠れ子持ってた、ゆうちゃんに持った今日はね、あとうちのゆうたくんが焼き鳥食べたいって言うんで、あの地元の焼き鳥屋さんに来てみました。はい、藤平屋さんってあるんだけど、厚生病院のマムガヤ、鹿島厚生病院の目の前に入ってきて、こう、まっすぐ駐車場なんだけど、駐車場、ここが駐車場だ。で駐車場に車を止める。すみません。ここにあるんです。こちらでございます。隠れた隠れ家でございます。藤平屋さん。はい、あ、ここの焼き鳥、昔からもう老舗だから、画面がちょっと汚れてる。昔からだ。これ焼き鳥屋でございます。でこちらで今日は晩飯を食いたい。はい。じゃあ行ってみます。はい、またに。はい、よー、じゃあね、中に来ました。はい、中こんな感じで。テーブル大きいの2つ、あとあって座席もあるね。な、あとはカウンターみたいな。カウンター。で、それで中来て、はい、こちらがメニューでございます。じゃあね、焼き鳥屋さんだからな、焼き鳥いっぱいあるんだよな。値段もな、リーズナブルだべ。1本から。1本からでもあります、ね。うまいな。あ、でも10本とか20本食うんだ俺いつもな。うん、めんだこかな。あ、で焼き鳥以外にも、うん、いろんなね、一品料理、こっちもあるし。ね。ご飯類もあるし。あと飲み物もいっぱいあるし。これも飲む。あとソフトドリンクもあります。今はね、今はいろいろ時期が時期だから、時期だから今は、あの5時から8時か、でもアルコールはしてきたもんね。あとは言ったな、生物だから黒板メニューやったら、こっち、これね、メニューはこんな、俺はどっかで大丈夫思うけど、よし、それでしてましたね。メニューの説明、はい、じゃあもう下げするって分かりました。はい、じゃあいただきます。いただくっぽい。今サラダ食ってた。サラダ漬物な。それ漬物ですね。ユタニスト、それはサラダですね。じゃあいただきます。いただきます。はい、はい、乾杯。飲もうとしたらうまい、うまい、うめえ。あとはなんじゃ、焼き鳥頼んだから焼き鳥来てからだな。な、焼き鳥来たらまた動画回そうと。はい。じゃあ一生懸命漬物食ってください。え？え？なんだっけ？漬物。一漬物だ。一漬物？なんだ？一漬物。一漬物食べたから二漬物だ。ああ、一個食べたから二つ目ってことか。ゆうた大好きなんだよ。ね、漬物好きなんだよ。この手作り漬物大好きなんだ。美味しいんだよね。うん。じゃあとりあえず焼き鳥来たらまた。はい。はいよー、じゃあね、はい、焼き鳥の方届きました。じゃじゃん、ねぎま、ねぎまでございます。塩と、塩とタレです。これはゆうちゃんだね。はい、ゆたくんはタレで食べなさいですね。で、パパは塩で食べます。じゃあどうぞ。はい、いただきます。ちゃんと手癖だから。いただきます。先食べていい？大丈夫、はっくりしてる。だからひっくり、安定の美味しさだ。うめ、うめ。ほら、こいつは好きも。ああ、いいですね。ゆうちゃんも食べていいよ。いただきますか。いただきます。はい、今日これ。どう。うまい。うまいね。今日ゆうたが焼き鳥食べたいって来たね。ここのタレはうめんだ。じいちゃんの焼き鳥井口さん、またじいちゃんだからな。じいちゃんの焼き鳥井口さん、ここの焼き鳥のタレはうめんだ、他のやつよりうめんだ。うめんだ、うめんだ。俺ばっか食ってた言ったから、ママちゃん食べるのにとっても美味しい焼き鳥でございます。テイクアウトとかもやってっからな。まあ、ぜひ興味のある方は来てみてください。よし、じゃあ、あと次のやつ来たらまた来ます。よし、じゃあね。じゃあね、はい、今度は鶏皮と、鶏皮、あれ、
タレか。タレ。タレ。そう。ゆうたくんのマグロも来ました。ゆうたマグロ好きで、ね。マグロマンでね。はい。あ、お醤油ね。お醤油も入れました。はい、どうぞ。はい、お箸からお箸。あ、はい、お箸どうぞ。どうぞ。マグロを食べてください。うん、まだ入ってますか、口に取りに。口に入ってる、ね。ごっくんしてください。いっぱい入れたもんね、さっきな。ごっくん。さっきじゃん。はい、マグロもいただきます。いただきます。うん、え、ベタベタ。すごいんだな。うん、醤油で泳がす。お、うん、これはいいな。あ、怒ってくる。どうだ、うん、マグロもメビどうだ、うん、ぐ、うん、よし、ゆた好きなのばっかだね、今日もね、うん、ゆた、うん、せーぴやと伸びんじゃなくて、ね、2メーターくらい、やべえな、2メーター伸びねえよ、2メーター伸びねえか、うん、とりあえず、うん、マグロとか濃いな、うん、いつも結構いいマグロ売ってるからな、ね、うん、麺で、うん、ほら、箸が止まりません、うん、ゆっくり食べたら誰も取らないから、ね、冷えしちゃうからね、ゆっくり食べてください、うん、じゃあとりあえず、はい、これ口拭きなさい、だな、あとはな、うん、まあこういうの食いながら、うん、まあこう食いながら、じゃあ何か、ね、これ、うん、皮、うん、鳥、何の皮、違うピーだな違うな、うん、これ鳥の皮です、どこ、うん、足、ん、足、一回立ってみて、うん、この、え、うん、この立っていい、一回立って、なんで、なんで、そうだから、これはね、うん、鳥のここの皮です嘘です。ちゃんと言ってね。ちゃんとこの鳥の羽の下の皮。うん、オッケー、うん。これも美味しいんだね。うん、あ、カリ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 ふにゃっとしたのが美味いんです。最高。ごっくん。ごっくん。あじゃな、ゆっくり行ったな、うん。飲みながら食うべや。こう焼き鳥屋さんだけどお魚もあるしさ、ね、飲み物もいっぱいあるしね。うん、お肉もいっぱいあるし、うん、まあ、あとモズ煮もみんあんだモズ煮、うん、だ頼むの忘れたの、忘れてたね、まあ、後で頼む、うん、とりあえずあとゆっくり食べたいんで、うん、本日ね、はい、豊かい、あの私たちの晩ご飯は焼き鳥屋さんで一杯やりながら、はい、焼き鳥でございます、はい、まあ、ヘイタ君もいっぱい食べてね、うんうん、じゃあみんなにバイバイしようか、もう早い、もっと出たいの、いやじゃあとりあえず動画の方締めよっか、うん、ね、よし、じゃあごっくんしてください、うんうん、ちゃんとがいっぱい噛んでからだよ、くん、ちょっと飲み物、そうだね、飲み物飲んで、はい、安定のカルピスです、うん、おいいね、おいしい、うん、おいしい、うん、いいね、よし、うん、じゃあそういうことでね、今日はあの南相馬市鹿島区の藤秀屋さん、はい、ね、焼き鳥屋さんでございます、はい、な、よし、うん、タンも来た、タン、タン塩も来ました、うんうん、うん、な、こいつもな、美味しいんだな、うん、あ、こいつあとゆっくり来るから、うん、ね、じゃあみんないっぱいいましょうか、ね、じゃあそういうことで、あのテイクアウトもあるし、あの興味のある方あったらぜひ遊びに来てください、はい、よし、いいのか、じゃあそういうことでまた皆様会いましょう、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね、バイバーイ、イエイ、いっぱい食べてね、昭和のピース、なんで